ジョシュ・デュアメルはアメリカ合衆国の俳優。26歳の時にモデル事務所からスカウトされ、1970から2011年のドラマ、オール・マイ・チルドレンでエミー賞を受賞。2003から2007のドラマ、ラスベガス、NBC のダニー・マッコイ役、映画、トランスフォーマーシリーズのウィリアム・レノックス役での出演が有名。 ノースダコタ州マイノット生まれ。フランス、イギリス、ノルウェー、アイルランド、ドイツの血を引き、フランス系カナダ人をルーツとする。年の離れた妹、アシュリー、カッシディ、メルケンジー・デュアメルがおり、幼い頃、両親は離婚している。10代の頃は、ライフセーバーの仕事をしていた。マイノット州立大学に通い、アメフトに打ち込むと同時に、 歯科専門学校へ進みたいと思い、生物などの勉強していたが断念して、当時の恋人を追いかけ、大学卒業後に、ロサンゼルスに移った。建築関連の仕事をしていた26歳の時に、モデルとしてスカウトされた。ギャップの CM や、クリスティーナ・アギレラのミュージックビデオに出演している。俳優としては、2002年にテレビドラマ、オール・マイ・チルドレンで、エミー賞を獲得。 2003年から2007年までテレビシリーズラスベガスに主人公ダニー・マッコイ役としてレギュラー出演した。同ドラマはアメリカで大ヒットとなる。ラスベガスの終了と同時に公開されたトランスフォーマーのウィリアム・レノックス役で知られ4作目を除いた映画シリーズに同役で出演し続けている。また、ある映画の撮影時に 本物が使用されているとは知らずにマリファナを吸ってしまい、灰になったことがある。スクリーンデビューは2004年のアイドルとデートする方法となっているが、公開が遅れていなければ1999年のドリアングレイの肖像でデビューを果たしていた。前者の役はスティーブン・スピルバーグの後押しがあったためで、トランスフォーマーシリーズの出演もスピルバーグの後押しがあったためである。 かねてからブラックアイドピーズのファーギーのファンであり、自身が主演を務めた、ラスベガスのゲスト出演者として、ブラックアイドピーズを自らプロデューサーに提案し、第2シーズンでは見事に、彼女と対面、2009年に婚約、結婚した。対面前に、雑誌のインタビューでジョシュは、ファーギーと超エッチなことをしている夢を見たと告白しており、ファーギーは、初対面の時に、 雑誌を読んだわと本人に伝えたと言われている。2013年公開のセーフヘイブンでは妻を亡くしたシングルファーザーアレックスを講演し俳優として新たな一面を見せた。その後は比較的影のある暗い役どころを好み11、22、63などでは悪役を演じた。2018年にはラブ、サイモン17歳の告白に主人公 サイモンの父親、ジャックを演じた。2019年には、アウトドアブランド、ロールのグローバルアンバサダーに就任し、世界中を回って、撮影をしていた。また2020年には、彼の出身州でもあるノースダコタ州との広告契約も成立、ネットフリックスシリーズのジュピターズ・レガシーの公開も決定している。 ブラックアイドピーズの後一点メンバーであるファーギーと2007年12月に婚約した。仕事によるファーギーとの遠距離恋愛時にはウェブカメラを使って連絡を取っていた。2009年1月10日、カリフォルニア州マリブにて厳戒態勢の中結婚式を挙げた。2011年の東日本大震災ではチャリティマラソンを開催し支援金全額を 日本赤十字社に寄付した。2013年には長男であるアクセルジャック・デュアメルが誕生している。2017年9月にファーギーとの離婚を発表。同年1月には破局していたという。動物保護、環境保全の活動に熱心で、動物保護団体、ワイルドエイドの活動には頻繁に参加している。離婚後はオリビアマンや ジェニファーガーナーなどのハリウッド女優らとの交際が噂されたが実際に交際したのはエイザ・ゴンザレスとミス・ユニバース・アメリカであるモデルのオードラ・マリの二人だけであるエイザとは2018年夏に破局オードラとは現在も順調に交際している2019年の感謝祭はオードラはデュアメルケと共に過ごしていた NBC.com NBC、2008年9月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年9月20日閲覧。ジョシュ・デュアメル・バイオグラフィー。ピープル・ウィークリー・タイム・インク。2008年9月20日閲覧。アクター、ジョシュ・デュアメル、ファーギー・エンゲージド。2008年9月20日閲覧 com。msn.com ハット、ファーギージョシュ。 L オリジナルの2010年8月25日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20100825222310/.httpww.l.com ポップカルチャームービーズ TV ミュージックブックスファーギージョッシュ2010年9月12日閲覧 It's Official, f e ー g i e and Joshua m p e o p l e Weekly, Time Inc.2009 年2月4日閲覧。アルパチーノとアンソニー・ホップキンス初共演のサスペンス。2017年1月公開。映画ナタリー。http n a t スラッシュスラ .mu スラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ2030812016年9月26日閲覧。 ありがとうございます。